皆さんこんにちは、ヨークです。本日は宇都宮駅周辺をサクッと紹介しますのでよろしくお願いします。今後もいろいろな街の散策をしますので、気に入ったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。宇都宮駅は宇都宮線で湘南新宿ライン、上野東京ライン、日光線、烏山線、東北新幹線の駅となってます。宇都宮駅はとても意外かもしれないんですけども、駅弁の発祥地みたいです。当時はおにぎり2個とたくあん2切れだったみたいです。改札口を出て駅構内の通路を歩いていきます。左手にはパセオって名前が書いてあります。パセオは駅ビルの名前かと思われます。ここのパセオの駅ビルには宇都宮のお土産コーナーが多くありました。でさらに通路をまっすぐ歩いていきます。突き当たりのとこまで来ました。タリーズコーヒーがあります。でカメラを右に回して、今このまっすぐの通路が東口の方です。宇都宮の繁華街は西口の方となってます。カメラを左に回して、こちらがですね、あの西口繁華街の方向となってます。はい、パセオという看板がまた見えました。こちらがおそらく本館かと思われます。西口に出まして、ペデストリアンデッキの構造となってますね。でタクシープールがあって、奥がバスターミナルとなってます。はい、僕の後ろ側にあるこちらの、ビルなんですけども、ホテルメッツって書かれてます。あとは餃子ミンミンって書かれて、そういう風な、テナントが入ってるみたいですね。で奥には東横インビジネスホテルがあります。でカメラを左に回していきますと、ヨドバシカメラと書かれたね、こちら、複合ビルがあります。テナントはダイソーとか ABC マート、ツボハチ、サイゼリア、飲食店もあって、あと左側にはちょっとうっすらと見えにくいんですけど、美容クリニックとかも入ってます。あの目玉がちょっと何か気になりますね。はい、西口北側の方に、今来まして、こんな感じでカメラを回していきます。餃子屋さんとか、あと居酒屋さんが多く目立ちます。こういう風なね、雑居ビルとかもある感じで、まあ、首都圏型の都会に結構近い感覚がありますね。なんか駅地下で泊まれるスパランドとかそういうのもあるみたいですね。で正面にはこちらですね、ここまっすぐ歩いていくと宇都宮の繁華街が広がってる形になってます。はい、こちらの映像はペデストリアンデッキ下の通路になってます。餃子屋さん、あとサボテンとんかつ屋さんですね。で鎌倉パスタとか、他にもね、美味しそうなお店がいろいろこういう風に並んでます。で正面の突き当たりの方にバスターミナルがあります。今日はバスに乗って宇都宮の繁華街、東武宇都宮駅の方まで行きます。ここの宇都宮駅も立派な市街地になってるんですけども、東武宇都宮駅付近の方がアーケード街とかね、いろいろお店があるとの情報なので、皆さんちょっと楽しみにしててください。街ブラなのにバス使うのかよって思った方いると思うんですけども、ちょっとね距離があるのとね、今日猛暑日なんでね、そこはちょっと勘弁してください。申し訳ないです。はい、バスに乗りまして東武宇都宮駅まで向かいます。こちら JR 宇都宮駅とお別れです。で市街地を走りますんで、バスの風景とかもこうね、ご堪能していただければ嬉しいです。はい、最初の交差点がありまして、ここは橋を渡ってきます。この川なんですけども、田川と言われてまして、日光から流れてくる川みたいですね。結構ね、大きい川です。でこの通りを走ってて思ったんですけども、バスの進行方向右側なんですけど、オフィスビルとかマンションで、お店とかあまり繁華街的なものはちょっと見受けられない、そんな印象でした。でバスの進行方向左側は結構居酒屋さんとかお店がありました。で左側に今見えてるのがね、高層マンションがあります。いやー、こう見るとやっぱ宇都宮も結構都会ですよね。ここで宇都宮市の概要について話していきます。宇都宮市は栃木県のちょうど中間に位置しまして、人口約52万人です。52万人って結構多いですよね。北関東、茨城、栃木、群馬県の中では最大の人口を有する都市とのことです。交通に関しては在来線で都心まで約1時間半、新幹線の利用だと約45分、さらに新幹線で仙台までは約1時間ちょっとと、大都市へのアクセスが大変便利な都市かと思われます。あとグルメの話だと、もう宇都宮といったらもう皆さんご存知、餃子ですよね。
宇都宮が餃子の町になったのは、市内に駐屯していた軍が中国に出兵したことで、餃子を知り、その帰宅後に広まったのをきっかけとの情報です。また宇都宮は夏が暑く、ね、冬が寒い内陸型気候のため、スタミナをつけるために餃子の人気が高まったと言われています。それと忘れちゃいけないのが、宇都宮はカクテルの街なんです。カクテルのお店が多く存在します。調べたらバーテンダーのコンペティションで全国の優勝者を多数輩出してるから、そのような形態になったとのことです。話してる間に東武宇都宮駅まで着きました。東武宇都宮駅は左側に東武デパートがあるんですけども、そちらの中に入ってる駅なんです。ちょっと東武宇都宮駅の様子を見ていこうと思います。はい、こちら右側の建物が東武宇都宮デパートとなってます。で、デパートの中に入っていきます。フロアガイド見てるんですけど、これを見ても結構大きいデパートだなっていうのを感じますね。で、3階になんか駅があるみたいなんで、そちらまでちょっと見ていこうと思います。で、3階のこちら、デパートの出入り口がありまして、自動ドアを開けますとこんな感じで東武宇都宮駅の構内が広がってます。ダイヤなんですけども、朝と夕を除いて1時間に約2本程度で運行されています。ほとんどの電車が南栗橋止まりとなってます。昔は何本か特急で東京に行けるのがあったみたいなんですけども、現在はもう特急とかの運行はなく、全部普通電車の運行となってます。東武デパートを後にしまして、街の様子を映していきます。元気寿司、回転寿司があります。で、カメラ左に回すと奥に、おそらく居酒屋とかね、飲食店が並んでる感じになってます。で、今度はカメラを右に回していきますと、こちらが今日メインの、歩く通りなんですけども、オリオン通りっていうアーケード街です。ここをちょっと歩いていこうと思います。オリオン通りの名前はオリオン座の三つ星に由来しているとのことです。この3という数字に注目なんですけど、オリオン通りを形成する3つの商店街がありまして、共に永遠に輝く代表的な星座オリオンに由来したとのことです。宇都宮のオリオン餃子という店がありますが、それもこの地と関係しているのかもしれないです。本日は平日の昼間ということもありまして、そこまで人は多くない印象です。お店はチェーン店から個人でやってるお店とか居酒屋とか飲食店も揃ってて、結構ね、活気が溢れてる、そんな感じの場所でした。で、この映像を見ていただいたらわかるんですけど、左とか右に黄色の旗があります。で、電車の絵が描いてあります。こちらは宇都宮ライトレールといいまして、まだ完成されてないんですけど、令和5年ぐらいかなに完成予定との情報です。はい、こちら紫色の看板のチャタイムというお店がありますね。なんかドリンクとかが置いてあるみたいです。で、こちらですね、なんかドームがあります。これイベントホールですかね。なんかすごい画期的ですね。で、またさらにまっすぐ歩いていきます。東武宇都宮駅付近はそこまでお客さんは多くなかったんですけども、まっすぐ歩いていったらだんだんとね、人もさらに多くなってきた、そんな感じですね。さらにオリオン通りをまっすぐ歩いていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあやはりね、こう中華料理屋さんとかも結構目立ちますね。餃子にこう関連されてるのかもしれないです。で、こちらアーケード街の途中に橋がありますね。で、下にまあ当然川が流れてるんですけども、何かなと思ってちょっと気になったので、この川沿いのところを歩こうと思います。釜川プロムナードって書いてありますね。あ、この川が釜川っていうんですね。後でウィキペディアで調べたんですけども、釜川は先ほど、動画の序盤で宇都宮駅からバスに乗って最初の大きい川があったんですけど、その田川ってところに、最後行き着くみたいですね。なんともね、この風景が趣深いですね。で、ちょっとね、ここをまたひたすらまっすぐ歩いていこうと思います。はい、なんかベンチでこう休憩されている方もいます。正面には飲食店ですね、があります。で、注目してもらいたいのがここの川なんですけども、水しぶきの音が聞こえてきます。ちょっと川の様子を見てみます。そうするとこう滝になってるんですね。いや、市街地にね、こういう小さいながらもこういう滝があるっていうのはすごい癒されますね。先ほどの川沿いの道から左に曲がっていきますと、オリオン通りに戻っていくことができます。中宇って書かれている看板がありまして、
ここがちょうどオリオン通りのところになります。オリオン通りは通らずにここの道をまっすぐ行きたいと思います。で、正面に突き当たりに大きい通りがあるんですけども、そこは先ほど JR 宇都宮駅から東武宇都宮駅までを結ぶバスを使った路線の道路にぶつかります。はい、こちらメガドンキホーテって書かれてまして、ラパークっていうビルなんですね。で、地下には餃子屋さんがあったり、他にもね、餃子以外にも飲食店があるみたいで、複合ビルになってるみたいです。ここで宇都宮駅を結ぶ幹線道路にぶつかるんですけども、正面になんか鳥居が見えます。こちらが二荒山神社と呼ばれるみたいで、市街地の中にこんなでっかい鳥居があってね、なかなかこう味わい深いですね。神社の近くまで来ました。広場がありまして、ベンチがあってくつろいでる方も多く見受けられます。それではここで一回宇都宮駅まで戻りまして、今度は宇都宮駅の東口を見ていこうと思います。はい、宇都宮駅に戻りまして、私が今いる場所は東西を結ぶコンコースの橋です。で、これからですね、東口の方に歩いていこうと思います。はい、こちら再開発のマンションプラウドがあります。実はこれだけじゃなくて、この広場全体が再開発の地域となってます。裏側から撮ったんですけども、さらに LRT 車両納入スタートって書いてあって、ここがおそらくライトレールの駅になるのかもしれないです。で、完成形の写真があったんでこちらなんですけども、野村不動産や住友商事など民間企業17社のグループが一体になって455億円かけて再開発するとのことです。カンデオホテルとかコンベンション施設、シェアオフィス、分譲マンション、駐車場、商業施設からなる地方都市屈指の複合開発プロジェクトみたいです。他、東口側は高層マンションやオフィスビルが並んでる感じになってます。はい、こちらが東口のメイン通りになってます。ここをまっすぐ行くと国道4号にぶつかります。国道4号は東京と東北地方を結ぶ主要の幹線道路となってます。ざっくりですが、宇都宮を簡単に案内させてもらいました。これからも動画を週2、3本ペースで街ブラを中心にしてやってきます。月1回ぐらいで鉄道系の動画も上げていこうかなとは思ってるんですけども、ぜひ興味がある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。